こんにちは、タケです。人生のヒントです。暗黒時代の乗り越えた知恵ですね。実は私20代の時、結構暗黒時代でしたね。まあ、仕事は後輩にかれ、女性とも全然ね喋れなくて、まあまあ変わり者だったんで、結構友達も少なくて、まあスター王的にはダークサイドに押しかけてましたね。もう一度ったかもしれないですけどね。まあ今では、独立してこの、ね、店持って、ほんで、まあ、結婚もね運良くできてね、もう、まあ、ラッキーやと思います。今は幸せなんですけど、まあ、変わり者は相変わらずなんですけど、まあ今ね SNS とかで Facebook とか Twitter とかでいろんな人と交流できるので、結構僕多少変わり者でも結構全国行ったらね、この辺じゃ1人か2人かもしれないんですけど、全国行けば、ね、何百人とか何千人とかなるので、だから結構僕みたいにちょっと変わってる人も変わってるんですけど、まあ友達もねだいぶちょっとね昔に比べて全然できましたね。まあほんでまああれですね、この同じようにね、私が暗黒時代を過ごしてる、まあ、仲間っていうかね、同じような環境の人もねおると思うんで、まあ、私が朝が本や人とかの出会いの、ね、失敗とか、失敗や成功のから学んだことを少しも役立てればと思い、この動画を作りました。まあ当たり前やんっていうこともあるかもしれないですけど、まあ、その辺はご容赦ください。そしたら、今回はねちょっとね趣向を変えて、僕がね、昔全然さっき言ったようか、題名が、女性が逃げてられた頃の俺に言いたいことパート1ですね。今回はさか趣向を変えて、僕はタイムトラベル、タイムスリップでもいいですよ、行って自分の昔にあったら、だって、ね、その女性に苦手な俺に一言言いたいっていうのが今回のあれですね。でさから結論っていうか、一言言いたいのは、自分の長所と短所を考えるところですね。意外にね、昔を思い出すとね、意外にその自分自身のね、なんや、いいところとか悪いところっていうのをね、あんまり考えずにね、なんか、まあ、男の人にありがちなのかもしれないですけど、なんか、自信ないくせに、なんか、自信があるという、なんかよくわからんね。ほんで、その相手が好きかとかわからんのに、なんで克服できるかっていう、まあ、克服はあんまできなかったんですけど、っていうくらい、まあ、克服する人もおるじゃないですか。だから、そういう、ね、なんか、ないのに失敗してるっていう形なのに、ってことは、自分の要は、まあ、武器っていうか、長所、短所っていうのを、やっぱ把握してないかなと思うんですよね。今の僕から見るとね。昔はあんまちょっと考えてなかったんで、でまあ、自分の短所とか長所が分かれば戦略も立てれるじゃないですか。どうやって、攻略しようかとか、例えば、まあ長所を把握したら相手に、女性の相手の女性に何か提案できること、例えば僕らとかだったら、カットをしてあげるとか、でヘアケアのアドバイスしてあげるとかで、まあ、例えばあと、まあ、聞き上手な方やったら、女の人の話を聞いてあげるとか、で、なんか、その辺の、美味しいもの、情報を知っとったりしたら、それを教えてあげるとか、自分の長所っていうのを、結構考えてなかったっすね、僕らが考えたら。まあ、長所を見出せなかったってあるんですけど、でも一応、それ、要は、自分の長所と短所を考えることによって違ってくるので、あとはまあ、短所ですよね。短所が現れたら、僕は短期やったんで、その短期を直すとかね。ほんで、まあ、例えば、ケチな方とかだったら、多少、女の人相手に寛大になるとか、で、まあ、例えば、まあ、僕も昔太っとったんで、太ってる場合だったら、多少ダイエットして、ちょっと、できるだけ容姿をきれくするとか、っていうのがいろいろ考えると思うんで、だから結構、長所、短所を、が何かっていうのを考えるっていう。で考えることによって、それを、要は、より向上させたり、改善させたりできると思うんで。それこれはだから、まあ、長所短所を考えるっていうのは、やっぱり、人生においても結構、人生とか仕事とかにも有効ですよね。やっぱり自分の長所をアピールして、短所をできるだけ直すとか、なくすとかすれば、人生にしよう、仕事にしよう、まあ、いい、人生とか送れると思うんで、
結構そのほんま自分の長所短所と考えるところは結構大事かもしれないですね。まあ、これは僕マーケティングで学んだんですけどね。マーケティングで自分のいや自分じゃないし店もそうですけど短所長所を見るっていうのは大事だと思うんで、それによって戦略がねやり方が違ってくるんで、でまあで今回の結論なんですけど、自分の短所長所を考えてそれを生かして人生に生かすってことですね。まあ、まあ今回のあれはだから対女性か対女性ですね。全然女性が苦手やったので、それをやるためには、自分の長所短所を考えて、長所の場合だったらより女の人をアピールできますし、短所の場合はできるだけその直すようにすればいいと思うんで、一応以上ですね。そしたら今回は女性が苦手やった頃の俺に言いたいことパート1ですね。パート1これでコメント違うんだけどパート1ですね。そしたら、よければ、チャンネル登録、いいね、ボタンよろしくお願いします。そしたら、人生のヒントの、最年長実感、違う、人生のヒントの、暗黒時代を乗り越えた知恵の、たけしが